1999年日本の補欠選挙は日本における立法府である衆議院と参議院を構成する議員の欠員を補うため1999年に行われた補欠選挙である。補欠選挙は議員の辞職あるいは死亡により欠員が生じた場合に行われる選挙で、 当選人が得られなかった場合、または当選人が不足した場合に、その当選人の不足を補うために行われる再選挙と同様に公職選挙法第11章の特別選挙に含まれている。1999年における衆参補欠選挙は第14回統一地方選挙前半戦投票日で、ある4月11日に東京都第2区と同第15区及び、 静岡県大発区の3カ所で、10月17日には、参議院長野県選挙区の1カ所、計4カ所で行われた。東京都第2区と、同第15区及び、静岡県大発区で実施。東京都第2区では、民主党新人の中山義勝、同15区と静岡県大発区ではそれぞれ、自由民主党である、羽田勤の長男で、 衆議院議員秘書の羽田雄一郎が当選を果たした。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。1999年衆議院、東京都第2区補欠選挙に関するカテゴリ九1999年衆議院、東京都第15区補欠選挙に関するカテゴリ九1999年衆議院、静岡県第八区補欠選挙に関するカテゴリ九百九十九年参議院、 長野県選挙区補欠選挙に関するカテゴリー、ありがとうございます。